皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。本日のテーマはご視聴者様からのリクエストにお答えをいたしまして、アーミヤご夫妻が伊勢神宮へ行かれたらその後何が起こるかというものです。コメント欄でこの喪中の間は神社へ参拝できないのではないですかというご意見をいただいたりしているんですけれども、できないことはないんです。忌中と喪中がございまして、忌中はもう控えるべきなんですけれども、喪中の間は例えば神社の中に入る前にお祓いを受けて入るとか、そういう方法もございますし、あとは喪中の期間は、入れないことはないんです。で、昨晩なんですけれども、伊勢神宮はどれくらいの期間なんだろうかと思ってあるサイトを調べてみたんです。そうしましたところ、そこに書かれてあったところでは、忌中が50日、そして喪中は1年、正確には13ヶ月ということなんです。なので稽古費の場合はもう忌中は終わっておりますので、現在は喪中の、期間ということになりますよね。で、行かれないことはない。でもなぜ今行かなければならないのかと、わざわざ喪中の期間にどうして行かなければならないのか、流行り病のこともございますし、行かない方がいいと私は思っております。そうしましたら、まずこちらですね、こちらとこちら、これは後ほどご説明させていただきます。で、こちらなんですけれども、こちらがアーミヤご夫妻が伊勢神宮へ行かれたらその後何が起こるかということで引かせていただいております。で、余談なんですけれども、今回はこの引かせていただいている間もう結構長い時間もかかりましたし、なんかねものすごく寒かったんです。こちらはもうなんか寒いんですよ。で、こちらは暑くてカーッと暑くなるんです。なのでなんかね本当にちょっといつもとは違う感じでした。はい、では、始めさせていただきます。4番が正位置ですね。これはもう明らかに敵、スパイのカードです。なのでアーミヤご夫妻が伊勢神宮へ行かれたら、これはねその後誰かが隠れて、こそこそとアーミヤ家に不利なことをします。あと、そうだな、誰かがアーミヤ家に忠実ではないということを表すんです。なのでやはりスパイとかそんな感じですよね、雰囲気的には。敵意とか敵対心、あとはアーミヤ家が何か計画したことに対する反対とか反抗、そういうのも表します。そんな感じになりますね。次、トラップだ。これ初めて出るかもしれないです、この一連の占いでは。もうそのまま罠なんですよ。なのでこれと同じですよね。アーミヤ家を欺く罠が仕掛けられる、そんな感じです。あとはアーミヤ家の課題が増す、で、アーミヤ家が怪しい人間に警戒しなければならなくなる、怪しいと申しましてもアーミヤ家にとって怪しいのであって、国民側から言わせていただきますと正しい人間ということになると思うんですけれども、あとね、カードの意味でこれはね、邪悪に儲けたお金とか、当てはめますと皇室、この場合は皇室になるんですけども、皇室を利己的な目的で利用するとか、そんな意味になるんです。なんかピタッときてますよね。あとね、そうだ、正確な事実として断言されるとか、正確な事実として要求されるとか、そんな意味がございます。何かそういう風になりますね。はい、罠です。次、こちらね、今回
6枚引きたくなりまして、33で引いております。2回引いてるんですよ。なのでまず最初の3枚いきますね。 Thought Malady Fortune。 あらら、うん、これはどなたかがすごく考えておられる感じがしますよね。すごく考えていて、そして何か重大な決断が下されます。でこちら、これはどなたかがご病気でこんな状態になるって感じですね。そしてこちらなんですよ。なぜここにフォーチューン、幸運とか月などを表すカードなんですけれども、なぜこれが出るか。そうだな、これね、なんかね、お腹大きいですよね。これもしかしたらニューヨークの M 子さん、今ご解任ではないかとかっていうふうに言われておりますけれども、そうかもしれないですね。それはアーミヤ家にとってはフォーチューンですよね。だからそうかもしれないですね。おめでたいこと。あとはね、カードの意味の中に、今始められたことはすべて良いビジネスになるっていうような意味があるんです。なので、でもこんな状態で始められる、でも、どうでしょうね。ちょっとこれがね、意外ですね。このまま続けさせていただきます。はい、ミスフォーチューンですね。ジャーニーメッセージか。これはこのカードが告げるこの不運、災難、不幸っていうのは簡単なものではないですよというすごい警告のカードなんです。もう簡単には済みませんよっていうぐらいの警告です。これこんなことが起こるってことですよね。でジャーニー、これは旅なんですけれども、カードの意味としましては、例えば出張とか、アーミヤ県にしますとご公務ってことなんですかね。それとか休暇、何かホリデーなんですよを取られるとか。でこちらのメッセージは何かのこういい連絡が入るんですよね。でそれはお金が儲かることか、やっぱりここ2つとも共通しますよね。お金が儲かる、いいビジネスになるとか、なんかね、それなの、それか、こういい休暇が取れるっていうような意味があるんです。なのでお金ではここが共通してますし、休暇ではここが共通してるんですよね。休暇でもね、こんなことがあった後での休暇、これ休暇なら普通の休暇じゃないですよね。なんかそんな感じもしますね。はい、ちょっと次々行かせていただきます。はい、リビングルーム、これは先日麻生さんのところでも出ましたけれども、これタイムカードなんです。24時間から4週間の間に何か嫌な危険なこととか嫌なことが迫っているっていうことを表すカードなんです。で あのねこの中にね、こう切迫流産とかもあるんですよ。なので、たまたまちょっとここにもしかしたらそういうことがあって、でこう嫌なこと危険なことなのかなっていう気もしますけれども、人の命のお話ですので、あんまりそんなことはね、分からないことです。ただ嫌なこと危険なことが目前まで迫っているっていうことを表すカードです。はい、次、これは3枚ですね。はい、デスペア、こんな風にしたくなるようなことが起こるんですよね、きっと。ギフト、あ、まただ、ミスフォーチューン、これですよ。一緒ですよ、ほら、ね、不幸、災難、不運、これ、これ
これギフトなんですけど、これはね、なんかね、今日この絵に引きつけられるんですよ。お金とかはチャラチャラあるんですよね。そして立派なお宅ですよね。でも人一人もいないんですよ。それがすごく来る。なんかね、お金だけが残されるようなそんな感じ、なんかそんな感じがしますね。次見ますね。これもね、三三で2回引いております。九は、わあ、serious troubles, that desire、 はあ、これはこうなっていると病気のカードなんですよ。で、先ほどここに出ましたよね、これ、あ、一緒だってなるんですけど、これ逆で出ていると9話でね、なんか治るような感じなんですよ。ただ別の意味で癒しというのもあります。で、こんな状態、これはね、重大な問題が起こる。もう後ろにこう、もう張り付かれてますよね。で、起こるので癒しがもう本当必要になる。そしてここ、これはね、ものすごい欲望なんですよ。絶望です。なので、この問題が起こって何かを絶望するのかもしれないですよね。そういう感じがします。次も見ますね。どのように出るかな。プロシーディングですね。サーティンティー、うわー、なんか怖い。フォーリンウォーマン、フォーリンウォーマン、この場合フォーリンウォーマンと聞きますか。これはね、訴訟の手続き、そんな意味もあるんですけれども、まあ、別に訴訟でなくても何か手順とか手続きとか進行とか、そういうことを表す。そしてこちらはサーティンティ、これはね、必然性なんですよ。なので、もう必然で起こる、確実に起きますよとか、間違いのないことですっていう風に言われてます。怖い、なんかそんな感じ、で、フォーリンウォーマンなんですけど、なぜここに外国人女性が出るのかわからない。これね、トリオによりましては、ニューヨークにいる M 子さん、外国人じゃないですけども、まあ、外国にいる女性、フォーリンウォーマンとして何か出てくるのか、それか、この説は私はあんまり、こう、私の説ではないんですけれども、私いろいろ自分なりの説があるんですけれども、こう、どう申し上げたらよろしいでしょうか、日本人ではないとか、そういう、ご意見とかをよくコメント欄で拝見したりするんですけれども、その辺は私も本当に分かりません。ただ外国人女性ってこういうふうに出てこられると、え、そうなんですかみたいな気もしてしまいますね、これ、はい、そんな感じで出てますね、これ。フォーリンウォーマン、どんなことなんだろう。確実に起きますよ。そして手続きとか手順、では一応この最後のカード見ますね。キートリーブーケ、となりますとね、これはアーミヤ家に起こることではないです。これは国民に向けて渡されているブーケだと思います。この紅白のブーケは、これね、キーなので問題の解決法を持つなんですよ。ま、問題起こっているのはアーミヤ家じゃないですか。なので問題の解決法、あとね、開けるカチャって打開案とか対処法とか、そういうのかな、あとはね、隠されていたものの暴露とか発覚、まだあるんですかって感じですけども、新事実とか驚くべきこと、そういうのがこうね、カチャって開くことによって明らかになるような感じで、あとはね、ヒントを与えられたりとか、もう一つね、典型っていう意味もあります。典型だと、もう 神の教えとか天のお導きとか、そんな感じ。これは我々側だと思います。で、ずっと忍耐しているのは我々なんですよ、このツリー。
もう辛抱強く、もう辛抱強く忍耐して我慢してるんですよね。で、これ今日はね、他の意味感じるんです。これはね、あの先祖、ご先祖様とか祖先と我々をつなぐような、そんな意味があるんです。なのでこれ今伊勢神宮についてお聞きしているので、天照大神様と我々国民をこうつなぐ、そんななんか意味のあるような感じがするんです。でこのブーケは、このブーケはもう本当幸福と歓喜です。この上ない無常の喜び、実現とか達成、成就とか満足させられること、要求が満たされる、そんな感じ、贈り物なんですよ。なのでこれね、きっとね、我々が満足できるような、もうそんな何か歓喜するようなことが起こると思いますよ。こう解決策、我慢しているのは我々なんですよ、これね。ただちょっと本当に最後の最後までよくわからないのはこのフォーチューンですよ。これがちょっとわからない、何のことなのかなって、何か後でわかることもいつも多いので、それかご視聴者様があれじゃないんですかみたいな感じでアイデアを授けてくださることも多いです、ちょっとこのまま置かせていただきます。こんな感じでしたね。はっきりしているのは、こういうもう敵スパイがなんかいいお仕事してくれそうな感じが出てますね。あと、もっとはっきりしているのは、病気、そしてこんな思いになる、そしてこの2枚です。怖いですね。重ねて出ましたね、これ。本当に出ましたよね、もう災難。いや、伊勢神宮へは行かれない方がいいと思います。はい、それでは次参ります。こちらなんですけれども、先にお断りしておきます。リクエストなので、よく昭和天皇のはどうお考えなんでしょうか、香淳皇后はどのようなお気持ちなんでしょうかとか、見てみてくださいみたいなのをいただくんですけれども、本当に生意気で大変申し訳ないんですけれども、そちらはお断りさせていただいております。と申しますのは、もう本当私ごときに歴代のその天皇皇后の思念をとか、そういうのはもう資格がないと思っております。他の占い師さんが例えば占っておられても、それは何とも思わないんですけども、もう私はもうそういう資格はないです。なのでもうカードに聞くということで、カードに質問することはございます。今 JKG 様のことでもカードに聞いております。ただ JKG 様の思念を読むということは、お断りさせていただいております。なので加えまして、年の宮様に関しましても、私は思念は見させていただけるものとは思っておりません。はい。で、そのお断りの上でなんですけれども、こちらね、もうなんか降りてくるじゃないですけど、ふっと思い立つようにして降りてくるので、どう申し上げたらいいかわからないんですけれども、実はこれは天照大神様と神武天皇、明治天皇、そして大変リクエストの多い昭和天皇からのご神託と思ってください。こちらはアーミヤ様へ、アーミヤ様でアーミヤご夫妻と聞いております。でこちらは、天皇皇后両陛下と利宮様の3名に対するご神託です。はい、引かせていただいております。これを引いている最中はね、もう体が本当熱かったんですよ。でちょっと本当恐れ多いんですけれども、これも加えてご説明、ご説明でないわ、お話しさせていただいておきますが、私自分の部屋の中でも隠れてこっそりと、例えば昭和天皇の思念をとか、そういうのは一切いたしておりません。どこででもです。資格はないと思っております。はい、それではまず天照大神様からアーミヤご夫妻へ、いやでも本当なんか震えますね、なんか怖い。
シップ。これ。うわ、もうなんか、あ、寒い。なんかね、寒かったり暑かったりするんですけど、これね、これ出陣ですよ。出陣。アーミヤ家に。もうね、これね、お伝えしますね。あのね、この船は権力のある強固で、そして断固とした揺るぎない船なんですよ。その船がもう大胆さと決断とともにこの荒海を航行している、そんな感じなんです。もう船が出ましたって感じですよ。うん、すごいな。次参りますね。神武天皇からアーミヤご夫妻。無知です。これね、ゾッとするような悲惨でわびしい灰色の部屋、その中でもう何度も何度も無知打たれますよ。これそんな感じです。もうね、怒りの強いエネルギー、その振動たるやって感じなんですよね。でね、あまりの怒りでもう暴力と罵りに変わるような、そして粗末に扱われます。そんな感じ。これはすごいね、怒りのエネルギーですね。次、明治天皇。レター、これはね、なんかね、お手紙かそれか文書ですね、がアーミヤご夫妻に明治天皇から送られてますね。なんか何が書かれているんでしょう、ちょっとわからないですけど、文書です。何かな、文書が渡されますね、うん。次、昭和天皇。これは、もうね、ちょっといきますね。フォックスだ。これはね、後ろぐらいで、アーミヤご夫妻が皇室に影を作っている、光であるはずの皇室に影を作っている。でね、間違っているとか不適切である、不適当である、場違いである、そんな感じです。で、ごまかしている、騙している、不信行為、裏切り行為、背信行為、そんな風になんかおっしゃっておられるような感じ、そんなのが伝わってきます。場違いである、不適当である、不適切である、間違っている、そんな感じです。次参ります。今度は天皇皇后両陛下と利宮様に向けてです。天照大神様。演歌、どちらも海ですよね。海ね、海ですね。これはね、わかります。これね、あのね、この怒りというのは、怒りというのは怒る方じゃないですよ。この怒りですよ。この怒りは、これ、いかなるこう波にもふわふわ浮いてみたりとか、流されたり漂ったり、なんかね、そういうことから防いでくれるんですよ。なので。この海ちょっと静かですよね。こちら荒海なんですけれども、これ静かですけれども、天皇皇后両陛下利宮様、この変更できないとか動かせない、改めることもできない地位に安定させてくださる、そんな感じです。どしっと、決してふわって何かがあった時に浮いてしまって漂ってしまうようなことのないように、お助けする準備があるということを伝えられています。もう安定させてくださる、そんな感じです。本当これどちらも海、うん。次、神武天皇です。あ、サンダ、これ嬉しい。これよくこの天皇皇后両陛下利宮様のところでよく出るんですよね。で、あ、これ嬉しい。これはね、楽観の光、毎回申し上げていることなので皆様、あ、もうよくご存知かもしれないですけれども、幸福、
成功、あと激励です。勝利、名声、栄光で、太陽なので暖かさとか、熱、エネルギー、でここで影を作るということを昭和天皇のところから出ておりましたが、そういういかなる影をも明確にする光、そういう力を与える、あとね、自信も与えてくださる、邪魔とか障害を克服することを助けてくれる、そんな意味がございます。やはりこの光にふさわしいのは天皇皇后両陛下敏宮様という感じですよね。このゾッとするようなこのお部屋と比べた時のこの次参ります。明治天皇です。ベアだ、これはねマザーカードなんですよ。お母さんのようなカードなんです。でね、保護してくださる、あのね、権力とか権威とか、あと有効性、影響力、支配力をもたらしてくださる、でね、強さとか権力とか力、そういうので保護してくださる。これね、あのマザーカードですので、何か資金をね必要とあらば供給してくださったり、あとは食生活、食べるのにも困らないように援助してくださったりとか、そういうことを表すカードです。はい、保護してくださるとおっしゃっている。そうなるとこのレターには何が書かれているのか気になりますよね。わからない。次いきます。昭和天皇、昭和天皇からきっと浩宮様へのご神託。スピリットだ、スピリット。これはね、これね、一人ではないですよって伝えられるカードです。で、あのね、大切にしてほしいのが、っていうのは天皇陛下に大切にしていただきたいのが、第六感とか予感とか虫の知らせとか直感とか我々にもございますよね。それを信じなさいって言われてるんです。気のせいではないからと。で、そういう中に昭和天皇からのメッセージとか、あとね、昭和天皇の存在感、いつもあるはずなんです。優しい存在感、それを感じていてほしいということとか、魂なんですよ、このカード自体がもうスピリットですので。で、あとはね、あの周囲で起こるようなシンクロニシティみたいなものとか、そういうことに注意を払いなさいと。で、世界は、あの世界というのは八百万ですよね、日本ですと。例えば、目の前で、陛下の前でパラパラっと、じゃあ、葉っぱが1枚落ちてきたと、そこにも何かメッセージがあるからという、これね、昭和天皇がお伝えしているからっていうような感じに私今回は取られるんですけれども、意識していてほしいとか、気づいてほしいとか、あとはね、思い出の中、思い出された時に、あ、おじい様がこんなことをされてたなとか、おじい様がこんなことをおっしゃっていたなっていうところにヒントがあるっていうか、気づきがある、だから思い出してほしいとか、そんな感じ、そういうのをね伝えられているような感じがします。そんな感じがします。はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。